모아 하루 것들에스 여러분 포켓몬 게임을 やっていますか? 面白いですよね? そこで今回 포켓몬 다이렉트가 6월에 配信される つまり 다이파 리메이크と 포켓몬 레전드 アルセウス의 신정보가 来る件について 話していきたいと思います! では関係ないけど 最近 恋愛物の アニメを見ると 胸がキュンキュンします キュン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 
レクのゲームの名前はブリリアントダイヤモンドシャイニングバールということで、映像がちょっとだけ流れていたんですが、当時のポケモンゲームを忠実に再現しているようなグラフィックの主人公やポケモンたちが登場していました。この光改めて見ると可愛いですよね。でその後も続々とゲームの情報が出てくると思いきや、あの2月以降ポケモンゲームに関する情報は何も出ていませんでしたよね。次はいつ来るんだろうと思ったんですが、おそらく次は来月の6月頃にポケモンダイレクトがポケモンの公式チャンネルにて配信されると思います。ポケモンのゲーム情報はいつも2月や6月に新情報が発表されて、秋の10月11月ぐらいにゲームが発売というパターンが多く、ソード&シールドが発売される時も2月27日のポケモンデーに発表され、6月のポケモンダイレクトにて追加情報が公開されました。ダイパリメイクも同じようにポケモンデーに発表されていたので、6月頃にポケモンダイレクトで追加情報の公開、9月にまた新映像公開、そして11月頃に発売という形になるのではないかと思います。もしかしたらポケモンレジェンズの新情報なども6月に追加で公開されるかもしれませんね。またポケモンダイレクトでは今年はポケモン25周年の記念年ということもあり、他の新作の情報も公開される可能性があります。去年の発表会で発表されていたポケモンスリープやポケモンユナイトの詳細、他にもまだサプライズがたくさんありそうなので楽しみに待ちたいですね。とまあこんな感じでポケモンダイレクトは6月に配信されるという件についてでした。ちょっとの行動がしたちゃんの努力、よろしくお願いします。では次回の動画でせーのコピー。